このペアはね、非常にまとまりのあるペアですよね、はい、ショートプログラムの時でもやっぱりそれなりにシニアで通用するような動きはしてましたね、音楽はロミオとジュリエットです。女性の方が回転の軸とかですね、ポジションとかよく取れてますね。綺麗ですね。男性の方がやや問題ありますね。このスロージャンプはもう完全に今男性のミスですね。完全に上体が流れたままで投げてますからね。腰が引けてますよね、こう滑ってる時でも。もうこれも男性ですね。はい、支えられなくなってます。前半でちょっともう腰が引けたような動きになってますから、後半がどうですかね。そうですね、やっぱりこのリフトの回転でも非常にスムーズさがないですよね。ですからちょっと後半にまたミスが出るかもしれませんね。素晴らしいスロートリプルトーループですね。キャリーリフトです。ウクライナのペア、タチアナ・ボロゾーシャ、ペトロ・ハルチェンコでした。いやちょっと惜しいですね、ミスがね、はい、先ほど申し上げましたけど、女性の方の滑りはとてもいい滑りをしてるんですよね、で、さっき、女性の転倒なんかが出ましたけど、あれはもう女性の方じゃなくて男性の方に責